はい、終わって時間ぐらいが経ちました。ケアをしたいと思います。私はスペシャルワンデーをやってるので24時間しっかりとケアをしなきゃいけないのでケアをやっていきたいと思います。まず最初にこちらのローションですね。これで顔の拭き取りをしていきます。たっぷりつけて、今ついているクリームを取っていきます。今回はちょっと赤みが出てます。ケアローションのハーバルケアローション化粧水です。で、そしたら次スペシャルケアクリーム保湿バージョン。これを塗っていきます。ちょっとピリピリするので優しく。さらに首元にも塗っていきます。結構首が痒くなりやすいのでしっかり首にも塗ってあげてください。最後こちらの保湿クリームを塗っていきます。できればこれを2時間おきに1回やっていくのがスペシャルワンデーのケアの方法です。2、3日後には結構肌が剥離してくると思うので経過を追っていきたいと思います。グリーンピール2日目の夜です。お風呂を出てこれからケアをしたいと思います。結構顔がパリパリになってきたのでちょっと2日目になってくると結構表面が剥
っくりしそうな感じになってきます。こうやるとちょっとね皮膚が緩む感じになってきます。3日目の朝です。今ケアが終わってちょっと乾燥がやっぱりしてきました。ここら辺はもう剥離が始まってきてます。結構ベタベタに、ね、塗らないといけないので結構乾燥してます。こんな感じで表面がちょっとパキパキっとなってきて、ここからどんどん剥離をしていきます。今日の夜はきっと顔洗えるので楽しみで、3日目だったらちょっとずつメイクは OK なので、今日は眉毛とまつげだけやってます。おでこもねかなりパキパキしてきました。4日目の夜です。今仕事が終わったのでちょっといっぱい向けてきたから撮影をしてます。多分もう映像でもわかると思うんですが、すごいねこの辺とかアップで見るとすごいことになってますが、これを無理やりこうやって向いちゃうといけないので、このまま自然に向けるのを待ちます。今回はおでこもすごい向けてる。はーい、こんばんは。今日はインピールが終わって6日目、2月7日です。全部抜け終わって綺麗になりました。ちょっと今日は乾燥してたので少し肌が乾燥してる感じなんだけど、すごい綺麗になったと思います。粉も全部プツプツ、白いプツプツ取れたので調子がいいです。ちょっとお店終わりたてなのでマスカラがついてますが、あとはこの辺のニキビ跡を次は消してもらおうと思うので、こんな感じで綺麗になりました。次はこの細かいシミ取りをレーザーでやろうと思ってます。まつげもちょっとパリジェンヌが落ちてきたので、そろそろ行かないとな。地まつげもなかなかいいと思います。ずっとまつエクだったけど結構いい感じだと思います。じゃあそんな感じでグリーンビールの報告を終わりにしたいと思います。いろいろまた担当の井田さんとかのことは概要欄に載せるので、ぜひそちらから見てください。じゃあまたねー。